一般的なエレクトリックギターのヘッドヘッドはギターや類似の弦楽器の一部。主な機能は弦の端を保持することである。エレクトリックベースのヘッド木材などの無垢の構造のヘッドにペグの小道に応じた穴が弦の本数分開けてある。弦はブリッジからナットを経て通常はヘッド状のストリングポストに巻き付けられる。フォークギターやエレクトリックギター、エレクトリックベース、 ウクレレ、バンジョー、151回などに採用されている。一般的なクラシックギターのスロッテッドヘッドヘッドにスロットが2つあり、それに取り付けられた6本のストリングポストにそれぞれ弦を巻き付ける。クラシックギターはほとんどこのタイプだが、フォークギターやエレキギターにもこのタイプを採用した機種が稀にある。リッケンバッカーの12弦モデルにも採用されている。 ストリングポストに歯車で連結したペグは弦の張力を調整し、調律するために使われる。伝統的なレイアウトは、ギブソン系ギターに多い、上下に3機ずつのペグを配した3プラス3と、フェンダー系ギターに多い一列に配した6インワンであるが、その他の配置もあり、特にエレクトリックベースや6弦以外のギターに多い。例外として、アーニーボール、 ミュージックマンのギターは4プラス2、ベースは3プラス1、キラーギターズのギターは5プラス1である。ペグが不必要なスタインバーガーやチャップマンスティックはヘッドそのものが完全になくなる。ストレートヘッドとアングルドヘッド。ベータはフィンガーボード面とヘッド面との角度ヘッドには弦がネックからナットを通った後にどのように扱われるかで2種類のメジャーな構造がある。 主機能とは別にヘッドは就職的役割も持っている。ほぼすべてのメーカーはここにロゴを記している。ペグを持たないギターでは純粋に装飾目的でヘッドがついている。アイバニーズアートコルシリーズアイバニーズ JEM555BK メジャーなギターメーカーはギターやギターシリーズの見分けがつくよう特徴的ヘッド形状を用意している。ギター産業には ギターのボディデザインをコピーしても良いという不分率があるがメジャーメーカーはヘッドデザインはコピーしない。以下の節にあるように一見コピーのように見えても寸法や要素の比率等からはっきりとした違いが見られヘッドを見ればほぼブランドを言い当てることができる。ペグが一元側に並ぶリバースヘッドは低音側の弦長が長くなるため サウンド面においてもヘビロック系のプレイヤーに好まれる。ありがとうございます。